エクボプラザは山形県南陽市にある総合文化複合施設。1997年12月に道志郡山へ新築移転した山沢赤湯店の跡地に築50年以上が経過した旧赤湯税務所の木造建物を使用していた市立図書館と公民館を構築の上で市が総合文化複合施設であるエクボプラザを整備。 2001年3月27日にオープンした。1階に南洋市赤湯公民館、2階に南洋市立図書館が入る。総事業費は約12億6400万円。エクボプラザの位置する赤湯地区のメインストリートである、表町商店街は固定資産評価額が市でトップとなる一等地であったが、山沢が撤退後、人の流れが変わり商店街の空洞化が、 懸念されていた。そうしたことから、地元ではエクボプラザのオープンを商店街再生の拠点として期待していた。私立図書館は4月から11月までの閉館時間を休館時代より3時間に延長して午後8時の閉館とした。これは公立図書館としては当時としては県内初の試みで働く人でも使いやすいようにと、 市教育委員会が方針として定めた。また、赤湯公民館には市民ギャラリーや3つの会議室、和室等を設けた。南洋私立図書館に関するカテゴリー、ありがとうございます。